乳首、貧乳、なみなみ。え、別に良くない？乳首の色関係あんの？しかも俺、貧乳全然嫌いじゃないっていうか、知り早けん。乳はね、大きさでも色でもないよ。感度よ、大事なのは。感度が一番大事。もう、デカさだとか色だとかはもう、8の次ぐらい。1,2,3,4,5,6,7 全部感度。8ぐらいに、色、形、大きさとかがあっても、全部、全部感度。ほんと、どうでもいい。知り派なんだから。感度じゃねえ、味だろ。お前は俺の一個上におるよ。まだ俺そのフェーズにたどり着けてない。悔しいぜ、先輩。バッチが眩しい。お前の胸に光る。乳首マイスターのバッチがマジで。乳首バリスタと、乳首マイスターのバッチがマジで羨ましい。光りすぎやん。ケツと太ももの境、ケツと太ももの境目ってどこ？太平洋ベルトみたいになんかなっとる。ああ、最近なんか美容系のグッズとか無限に出とうけんさ、あるんじゃねえの？なんかそういうの。なんかツイッターで見たぜ。なんだっけな、なんかマンコの色綺麗になるボディーソープみたいな、見たわ。なんかちょっと前バズってた気するわ。すごいよな、あれ。あ、美尻グッズとかもなんか見たことある。尻の角質取るやつみたいなね。ツルツルなお尻に、みたいな。なんか見たことあるぞ。めっちゃあるよな、あれは。なんかそういうのいろいろ使ってみたらいいじゃん。すげえ時代よな、マジ。だってさ、鎌倉時代とかにさ、その悩みあったらさ、稲とか、なんかこすりつけて綺麗にするしかなかったどうぜ。どうしようみたいな、なんか赤土とかでなんかパックしてみたり、お前、稲こすりつけてみたり、植物取りに行って、なんか山の奥とかに。大変だろ。超オーガニックの、そう。危なかったぜ、マジで。令和でよかったな。いや、別にあんま気にならんけどな。まあでも、自分だったら気になるか。普通にな。確かにそれはあるか。あんま気にならんな。